で阪神の試合見に行こう。そうやん。まあでも楽しいやろな。いやまあ会場というか球場はね。今はどうなんですか。僕はすいません、野球は全然わかんないんですけども、阪神去年はもうすごいことになってましたけど、はいはい、今年はちょっとね、まあ、そこそこというか、監督、岡田監督、そうです、岡田監督、あそこは変わる、アレンパ言うてね、連覇しようか言うて、うん、優勝のことアレ言うてたんですけど、はい、あーあーあれや、なるほど、アレ言うてた、アレンパ、アレンパしよう、まあ、一応多分アレンパのアレンパはリーグ優勝、ペナントレースで1位になることを目指してて、はい、うん、なんでクライマックスシリーズ、まあ、勝って日本シリーズ勝つということやから、はい、まあクライマックスシリーズで優勝して日本一でも全然いいねんけど、これはあれに入らないんですか。いや、まあ、まあ気持ちよくないってことなんやろな。まあまあまああれやけど、まずリーグ優勝日本一みたいなことでは本来のあれやないと、あれやないんちゃうかな、分かんない。いや、まあ、これやな、これやな、我々があれこれ言わんでいいんや。多分阪神ファンの思ってたあれは多分リーグ優勝日本一、まあよそさんも去るもんですよ。 DeNA もみんな打つしね、オースティン言う人が見た目打ちそうにないのよ。もうバーでおったらこの人めちゃめちゃホームラン打つ人やで言うても、いや、ふさつけってなるぐらい細い人なのよ。なんか俺らのイメージってなんかもうちょっとボテッとした、はい、こんなんやん、そうですね、なんか細めの人が4番になってるんだったらめっちゃ打つのよ。やめてってなんねん。それでのでも他の牧や佐野や宮崎や、うん、いろんなすごい人がおんのに、オースティンほんまやめてほしい。いやでも野球選手というかアスリートってほんますごいなと思いますよね。ほんまに話聞いたら全員真面目、今特にな、うん、そう、ほんでもうめっちゃ真面目。俺一回びっくりしたの、その大阪でスポーツ番組やってる時に東京オリンピックに出るかもしれないみたいな人たちを追いかけるみたいなねんけど、一回びっくりしたの、その砲丸投げの女の子がオリンピック行けるかもしれないというか、まあ候補生だと、はい、で何々どこどこ、中学の何々さん言うて、でも昼休みなんか喋って弁当食うてるとこバーで遠くから撮ってんねんけど、ほんま女の子と普通にキャッキャッキャッキャ、あ、何してんのみたいな感じで明るい子やねんけど、さあ、放課後ってなったら陸上部あんねんけど砲丸の顧問の先生おらへんから、うん、自分一人でもう線引いて砲丸こうやって毎日投げてる。めっちゃすごいね、その根性。みんなおるからなんか楽しい、やってバレー部とかでやったけど、なんかみんなおって生き返るおもろいからまあ行ってるみたいなとこやったけど、ね、誰もおらんのにパーホって、そう、また共有できる人がいないってすごい辛い、辛いというか大変やろな。それで向き合って毎日やってオリンピック候補になるって、この子偉いな、親と合わせてくれと思ったもん、ほんま。だからあのオリンピアンの人とかもさ、いや、オリンピックでこんなとかで、あのクイズ番組とかこっちの方が緊張しますってよく伝えてみんな言う、はい、あれ意外とほんまらしいで、あ、まあね、勝手知ったるとこでやんのと、舞台立ってネプリーグのトロッコの方が緊張する練習してきない、来てないから自信がないのか、あ、確かに実力以上のもん見せよう思って背伸びしてるからな、ほんまに自分のパフォーマンスのためにそれの蓄積があるからやれてるっていうのはあるかもしれないですね。そのトロッコの蓄積ないもんいや、二択クイズってことやねんけどトロッコは乗ってるけど、いや結構パー出るねあれ左行ったり右行ったり流れてネプチューンさんだけやな、慣れてるでもなんか全部か全部かどうか分かんないですけど、そういうなんかスポーツ選手オリンピアンみたいな、そういう人らの親、まあそれこそドキュメントみたいで密着みたいなのもようあるじゃないですか。多分、ああ、そういうお母さんを見て育ったんやなみたいな、もうずっと家でゴロ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 昼テレビ見ながらみたいなお母さんみたいな多分いないでしょ、うん、ほんま思いますわ親、うん、でその姿勢がすごいのもあればサポートえぐいのもあって、はい、阪神の小野寺いう人のはなんかシングルマザーやったんかな、これちょっと不確かやったらコメント欄で書いておいてください。あのお母さん奈良かなんか住んではって京都かなんかの高校に通うねんけど、朝5時ぐらいにもう小野寺出て行かなあかんねん。で行って練習バーして帰ってきたらもう夜10時と か, だからお母さんは朝こんな弁当を作って、うん、
送って、うん、そっから仕事2個やって、うん、駅迎えに行って帰ってすげえほんで飯作ってちょっと寝てまた小野寺より先起きて弁当作ってずっとやっててんやん。ビビるな、こんなおるとんでもない体力ですね。旦那おるんならまだしもんな、うん、ほんまその記事だけ見てもめっちゃ泣きそうになったもんな。小野寺です、応援してください。本当にめちゃめちゃ応援してます。すごいですね。見に行こう、阪神。あんま乗り気やないな。うまいぞビール。でもなんか僕のようなそんなあんまり野球知らん人間がその球場行って見に行くみたいなのはやっぱ嫌なんでしょ、その好きな人からすると。嫌なことないよ。お前ですか。むしろそんなことないんじゃない。むしろ来てくれじゃない、甲子園とか行った、あの野球も行ったことない。一回だけあるんですよ。高校野球。高校野球もないですよ。ない。一回だけあの阪神巨人戦レイジさんに連れて行ってもらって、昔大阪住んでる時に、うん、行こうって、うん、で行って行ったら行ったらやっぱ楽しいですよ。知らんくても、うん、それこそ松井とか行きましたよ、うん、はいはいはい、それはすごい。だから阪神が攻撃しようがジャイアンツが攻撃しようがわーみたいな、うん、なんかちょっとこうだいぶ試合がここで肝のゾーンやぞみたいな時もあるじゃないですか、はいはいはい、なんか打ち取んのかとか、うん、なんかいろいろで、その時にあれなんであれこうしてああしてこうしてるんですか、あだからいやあれはこうや、それが何回か続いてレイさんにあれなんで今あっち投げたんですか、うるさいなお前。だまあ後輩から先輩やからじゃない。そうなんですかね。あそれ後輩が詳しいやつやったら楽しいと思うので。あともレイさんはちょっとイラチな部分もあるからまあまりにも聞くからそこ聞くみたいなレベルやから。あなるほど。今一塁投げんとなんで二塁投げたんですかみたいな。ああなるほどなるほど、はい、そうかそうかそうか。そんなんも全然言いますよ僕は、気長に行こうやみんなで、ね、あの神宮でも、はい、ビールでもな。ああいいですね、はい、いいです。でもちょっと怖いけどな、あの神宮の外野とか。なんでなんか野球やってんのに、ああジュリア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 になって、でもうわ来て怖い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 っつって、であのなんちゅうのバックネット裏みたいな方に移動したもん。へえー、だからまあそのなんていうの、ちゃんと神宮に行くなら、レフトスタンドか三塁側、その阪神側の方に座らんと。なんかあ俺つば九郎にとってもだな。席を席をつば九郎、つば九郎席取ってくれるよ。つば九郎に頼んだやってくれるんですか。取ってくれた。つば九郎チケット持ってるんですか。つば九郎の連絡先俺知ってるな。マジですか。いやそれすぐかなりレアじゃないですか。チケット取るよみたいなこんなのてな。結構メールの返信早かったね。しょっちゅう見てんねん。器用に打つねんな、翼で。チャンネル登録よろしくお願いします。いやオリンピックでこんなとかであのクイズ番組とかこっちの方が緊張しますってよう打ち取れてみんな言う、はい、あれ意外とほんまらしいです。あネプリーグのトロッコの方が緊張してる。